皆さん、こんにちは。こんにちは。特別番組です。本日は、ほとんど1年ぶりぐらいになると思うんですけども、大槻教授をお招きしましてですね、札幌国際大学で、不当な解雇事件がありました。大槻さん、そういう中で、解雇という形でですね、なって、それから、法廷含めて戦いを続けてきているわけでございますけれども、ちょっと1年ぶりにですね、今どのぐらいの状態になっているのか、こういうものを皆さんにもお伝えしたいし、この問題は実は単なる個人の介護問題とは違いますので、教育の問題、あるいは中国人留学生の問題とか、さまざまな要素を持っておりますので、大槻さんに改めてですね、現在の経過、そして忘れている方もいると思うので、どんなことだったか概略をちょっとお話ししていただきながら、経過を報告していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。大槻です。どうも。チャンネル桜北海道の方では裁判始まって以来、定期的にいろいろ場をいただいて、経緯を説明している、去年の2月ぐらいが最後だったかな。でその後5月ぐらいに僕と一緒にその戦っていた上後前学長を札幌学院大学が招いていただいて、そこで講演会をやった。その時のライブの映像なども流していただいたんで、今社長言っていただいたみたいに、ほぼ1年近く正味、報告してないのでね、視聴者の皆さんにその後どうなってんだということをお話しできればと思います。で、経緯から言いますと、これも忘れてる方いらっしゃるかもしれないので簡単に申し上げますと、札幌国際大学という札幌の小さな私学ですけども、ここが突然その中国人の留学生をたくさん入れようとし始めたんですね。これは要するにご多分に漏れず大学少子化で大変なので、なんとかその定員を上げるために留学生を入れて、補助金その他いろんな便宜を図って、なんとか経営を浮揚させようという意図があったわけなんですけども、ただこの入れ方がそのめちゃくちゃであったと。要は日本語能力が留学生としてふさわしくないレベルのものも何でもかんでも入れちゃっていたので、授業が成り立たなくなって現場の先生困ったわけですね。で、当時の学長にどうしましょう、もう4月の段階から訴えて、いや、なんかでこれはこんな入れ方してたら試験のやり方もいい加減だし、とにかく日本語が全く分かんないんじゃ大学の授業もヘチマもないじゃないかというので、中で是正しつつ、なんか経営側大学側にもこれじゃ困ると、なんとかしようじゃないかってことをやってたら、それがどうもいけなかったらしく、上後学長も事実上解任に等しい形で、大学を追われ、僕もその後おととしの6月にですね、いきなり懲戒解雇という、懲戒ですからね、懲戒ですからね、普通の会社だったら大変なことだってよく言われたんですけども、めったにもらえるもんじゃないぞって言われたんですけども、それを受けて、追い出されたわけであります。それが簡単な経緯であります。で、文部科学省にも話は聞こえておりますし、何回か大学側も呼ばれたり指導は受けてるはずなんですけど、例によって文科省なるべく触りたくないのかということでありますよね。だからポイントとしては、僕は要するに大学の教員としての地位の回復ですよね、それとあと何ぼかの損害賠償っていうのを訴えて、おととしの8月に本訴かな、訴えて、その後だからもう1年半ぐらいやってるわけなんですけど、1月半に1回ずつぐらい例によって民事札幌地裁でやってまして、もう10何回やってるのかな。で、去年の2月以降の経緯から言いますと、特に進展が大きくあるわけじゃなく、大学側は僕のフルタイムの定年というのが63歳というのがうちの大学の規定 で、63歳以降2年間65まで給料半分の特任としては保証しますよという一応立て付けになっているので、僕がこの3月で63歳なんですね。ということは63歳になる年度でフルタイムとしては終わりだから、とにかくそれまでは時間延ばししようかと、僕はそう思うんですけども、そう見えるやり方を大学はしてきています。で、まだ証人の尋問にまで至ってない、だから論点整理の段階 で、しかも法廷ですから、日本の法廷文書主義ですから、準備書面を出して反論してっていう形で、実際法廷に行っても、最初 の冒頭陳述とかはオープンで やって、取材なんかも入っていただきましたけど、その後はクローズドのラウンドテーブルですから、様子がよくわからない、ということなので、今何が起こっているのかということを、その後のこの10ヶ月ぐらいですか、2月以降このチャンネル桜というのは、
少し簡単にお話ししたいと思います、うん、はい、で前回一番直近が1月の20何日だっけ6日だっけな、うんうん、まあ、この間やって、うん、で次回がまた2月の末ということで期日決まったんですけども、うん、大学側が、まあ、僕の懲戒解雇の理由いくつか挙げたんですけども、うん、今一生懸命向こうが言ってるのは簡単に言うと、うん、おととしのその3月の31日に、うん、その上後前学長の任期の最後の日に、うん、北海道庁の記者クラブで上学長はこれはもう表沙汰にちゃんとみんなに見てもらわなきゃダメだということで、任期の最後の日にの夕方に道庁の記者クラブで記者会見をした。でこれは NHK とかあるいは地元の民放とかも報道されたので、まあそこから新聞とかもいろいろ報道していただいたんですけども、その場で上後学長が要するにその前1年弱大学はやってきたその留学生の日本語能力いい加減な入れたり、ほぼ事実上、うん、まあ、カンニングといっちゃ語弊あるのかもしれないけど、それに等しいような変な入学試験のやり方とかをして、とにかくもう横やりを入れて、現場の先生方もこれじゃ困ると言ってるのに、いろんな圧力をかけて好き放題してきたっていうことについて、まあ、こういうことが起こってたんですよ。大学としてはこれやっぱりコンプライアンス違反、うん、で大学のガバナンスの問題もありますから、うん、一応これは私の責任としてお話ししますという趣旨で記者会見をしたんですけども、うんうん、大学側が今主張しているのはそれがけしからんと、要するに事実無根であると、うん、だって、ま、一番まともなこと言ってるじゃないですか、うん、まあ、どう見てもそうなんだけど、大塚の主張も、ね、そうですけどね、いや僕なんかよりジョーさんもっと常識人で普通に教育のだって根本ですもんね、きっちり教えてね、うん、育てるっていうのはそれをとにかく結局あれでしょ、留学生増やして金をね、補助金や何だろうかんだろう、うん、そういうことでしょ、まあ立て付けはそうなの、うん、不思議なことになのに、うん、補助金もらってもさらに赤字がその何倍も垂れ流してるって変な状態なんで、うん、あ、なるほどね、その辺が前から社長とかもやっていただいたり、ね、あるいは奈々さんなんかもやって、はい、どうも北海道の中国侵略とどうもリンクしてんじゃないかって話になってくるから面倒くさいんですけど、まあそれはちょっと今日置いとくにして、うんうん、で要は話戻します、うん、その3月の道庁の記者会見で上後前学長は、まあ、大学は事実無根に等しいようなことを言うんですけども、うん、違法行為だと、うん、不法行為と言ってると、うん、僕はそうじゃないのにそういうことを言ったのはけしからんと、うん、いうような趣旨のことを言ってるわけです、うん、だもんでその場に同席してた大月も懲戒解雇にあたると、うん、まあまあ、僕の理解だとそういう立て付けで向こうは主張してるんですよね。じゃあその現場の3月の記者会見で上後学長が前学長が大学の側、要するに法律に違反しているということを言った証拠があるのかと、うん、音声でも映像でもあれば出してくれ、うん、やります大学行ったんですね、9月ぐらいに行ったんですけども、うん、であるわけないんですよそんなもの、うん、だって当日大学関係者僕の知る限り来てませんでしたし、うんうん、で録音も彼らはおそらく持ってない、うんうん、でじゃあテレビってテレビの素材部位をそんなもんで頼まれて出すわけないじゃないですか、うんうん、報道が出したら出したらまた大変なわけですから、うん、だからそんなもんあるわけないよねと思ってたら、うん、前々回かな出してきたのが、その放映された番組のビデオ、うん、数分ですよね NHK とか、ああニュースのね、ニュースのね素材ですね、そんな素材じゃなくて放映された部分、放映されたものしかない、それはそれが録音してんだから、うん、録画したのは普通の人でも録画できるわけですから、うん、それを出してきた。で裁判所はいやこれ違うと、こういうのは要求したんじゃないよと、うん、当日の上後さんの発言の証拠となるような何か音声でも映像でもあるのか、あるというからそれを出してくれと、うんうんうん、いやありますってまだ言うんですよ、うん、で何回かそういうやり取りして、あこれは引き延ばしてんのかなと僕は思ったんですけどもね、うん、でそこで前回1月の末にどうも口走ってたのが、うん、相手方の弁護士がその、まあ、傍聴に来てる大学の事務方の人間がいるわけです、うん、あります、うん、チャンネル桜の映像があります、あ今度はこっち来たわけだ、うん、だからそれを今度出してくるらしいんですよ、チャンネル桜で上後さん出たかい、あそうかと、そのさっき言った去年5月の札幌学院大での講演会で、うんうん、取材する取材されて、そこで確かに上後さんの発言はあるけど、うんうん、でもあそこでそんなこと言ってたのか、何よりそれはその前の年の3月の道庁の記者会見の現場の映像じゃないよねって話なので、うんうん、またこれ出してきてどうするつもりなんだろうなと今半ば楽しみにしてるんでありますけれども、だってそうなんですよ、うん、チャンネル桜で放映とかね大月さんに出演してもらったのはその事件が起きた後ですから、
からね。訴訟してからですよ。訴訟があった後の話だから、ね、クビになった後でこんな目あったんですって言ってるのはそれは証拠にならんよねっていう文脈の話のはずなんですけども、うん、もうめちゃくちゃ矛盾してますよね、それね。だからまた分かんないですけど、裁判所に怒られてないのかなと。いや、これ違いますよね、なんじゃないのかなと。まあ、分かってやってるのかもしれません。だから3月前、とにかく当面は時間延ばししちまえと。あいつ3月で定年だから、その後はもうまたその時考えりゃいいやっていう感じなのかなと僕は思って見てるんですけど、まあ、とりあえず申し訳ない、去年の2月以降、そういうやり取りを延々一月ないし一月半に一遍ずつ、裁判所でやってる状況であります。でこちらもちろんその間いろんな証拠固めとか、背景でしてますから、この後何がどうなっても怖いものはないんですけれども、相手方がそういう状況なので、まだその公開の法廷で証人尋問とかの段階になったら公開にまたして皆さんに見ていただける、報道なんかにも公開できる状況になると思うんですけど、まだちょっとおそらくこのままいくと春以降になるんじゃないかなというような感じであります。その際はまたご連絡しますし、新聞その他も入っていただければ、証人として問題のその上の理事長が出てこられるならば、ご尊顔も皆さんに見ていただけるんじゃないかというふうに思っております。そんな感じです。いや、これはね、まあ、もちろんね、その解雇っていうのがね中心になってるわけだけども、まともなことを言った人たちがクビにされるっていうねいや、理不尽なのと、今のね、日本の大学、まあ、全部とは言いませんけどね、そういうとにかく大学経営をまず優先する、とにかくいろんな形で留学生を連れてくることとかね、こういうことも含めて、やっぱり日本の教育のあり方そのものが全部問われてるっていうね、それをちょっと変じゃないのと言った学長と大槻さんがね、排除されたっていうね、まあ、他に同調してた仲間なんかも雇いでめくったりしてますしね、あ、そうですか、まあ、日大の問題なんか今大きく取り上げてられてるじゃないですか、日本大学の理事長、まあ、あれも文科省が今大学のそのガバナンスっていうか、まあ、要は経営についてのその立て付けちゃんとしようよってことを、まあ、一応やろうとはしてる、まあ、そういう流れの中で、まあ、規模は全然違いますけども、やっぱりそういう特に私立ですからね、私立学校、私立大学のガバナンスが相当めちゃくちゃなってるとかあるよねっていうのを手入れようとはしてる段階だと思います。そうですね、だから判決が出れば文科省もなんかそれに応じて、まあ、司法判断が下ったんだから、それに応じて何らかの措置なりですね、まあ、処分なりするのかなと楽観的には見てますけれども、まあ、ただね、やっぱりいつもね、私なんかちょっとこれ個人的なで言うと、文科省の役人ははっきり言うと私立大学にね、生下りするんですよ。まあ、もうおっしゃる通りで、うちの理事にも座ってますから、みんなそういうね、つまりだから本当はもうそんなね、とんでもない大学はね、どうしてもやっていけない、中国人入れなきゃいけない大学はもっと統合するとかね、なんとかってしなきゃいけないんだけども、それはしないっていうね、だからその文科省にも、まあ、まあ期待はしたいですけどね、正義が貫くようにと同時に、やっぱりこれね、大学っていうのが特に私立ですけどね、経営っていう、とにかくやっていくっていうか、企業としてのね、になっちゃってる。で、大槻さんとかその学長がね、やったのはやっぱ教育っていうこと、本当教育ってなんだっていうことを、まあ、まともなというか、そっちの方とぶつかり合ってるんですよね。本筋の、つまり大学は教育事業なんだというところが、これは経営の、まあ、いわゆる経営だと。でこれ皆さんちょっとお分かりになりますか、1995年時代からやっぱりこのいわゆる株主資本主義とかね、新自由主義資本主義と言われたもの自体がやっぱり、日本の企業っていうのは実は家族経営というような感じでね、やっぱり株主、労働者、それから経営者、この3つで企業がこう成り立ってる、こういうことなんで、まあ、出来の悪い人も結構ね、窓際でも何でも定年まで働けたという、まあ、そういう、企業の形態があり方がありましたけど、1995年あたりから本当にいわゆるその株主資本主義に変貌していった構造改革ですね。この中でやっぱり私から今見てると、その大学そのもの自体も経営ということ、そして今言ったように本当は教師と学生と経営のね、
これが みんなまとまってやるんだけども、実はその経営と学生という、ね、のがそのいわゆるお金儲けするための状態になっている。で、教育を本当に施す人たちが真面目に学生たちを育てたい、教えたい、こういうところの部分がなくなっていくっていうね。まずあの経営を優先する、それは本当にそういう意味ではね、まともな教師たちはそういう連中にとってはね、めんどくさいやつらですよね。ちょうどその今おっしゃった90年代半ばぐらいは、うん、その大学の業界、特に私立でいうと、うん、ある種私学バブルが起こった頃で、まあ、あの大学の進学率がまた急に上がり始めた頃、うん、で、まあ、短大とかも含めて四大化していく、うん、うちの大学なんかもそうだったんですけど、その頃やっぱまた枠は増えたんですね。なるほど。で、その過程で今言ったその、うん、まあ、時代の空気もあるでしょう、うん、僕も当時また国立の研究所にいましたから、うん、まさにその民営化に近い形でね、うん、あのそれまで大学ってたほら学問の自由と大学の自治で自治会なり教授会が仕切ってるってとこ、うん、悪い意味でもあったじゃないですか。いい悪いと思うからね、うん、でそれに対する反省があって、いやもうちょっと風通しよくしようねと当時はみんなそう思ってたんですよ、うんうん、でそれでまあシンクロする、まさに、うん、あの新自由主義的な発想にシンクロしてたといえば、うん、まさにそうなんですけども、うん、経営側のそのいろんなその裁量の範囲をね、うんうん、私立なんかでも国立なんかまずやりましたけれども、うんうん、あの独立行政法人化ですか、あれなんかもそうだったわけです、うんうん、それやっていったんですけど、ところが趣旨と違ってその運営する側が、うんうん、あ何やってもいいんだっていう理解を、うんうんうん、わざとか無意識か分かりませんけども、うんうん、で横暴なことになっていったと、まあ、会社でもそうじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、ブラック企業なんてそういうとこ多いわけじゃないですか、うんうんうん、ちゃんとそのガバナンスをもっと風通しよくして、例えば大学なら教授会のあんまりその専用って良くないよねと、もうちょっと学生のことを考えて経営も考えてうまくバランス取れた形に変えようじゃないかっていったところを、いざその権力を手にした人たちはじゃあ何やってもいいんだと、教員のそんだ、そこがその、まあ、まさに性善説と性悪説みたいなのがありますけど、そこで話が変わってきちゃったっていうのはあります、ね、うん、いやだから経営だけがね中心になってくるの、株主資本主義的にね、そうだから株主に利益を与えるのが会社なんだっていうのは誠しやかに、まあもちろんそういう面ありますけど、じゃあ働いてる連中は取っ換えていいのかって話になるわけですよね。だからそれは本当に一番都合のいい連中がね、まあ、まあ株主資本主義でいいと、あの労働者はコストだというね、そう、あのコストになっちゃうんですよ。あの、まあ、働く人のね、その人間とかね、内容の問題じゃなくて、いかに安くね、いうことを聞いて、いわゆる派遣とかなんてそういう扱いですよね。あの、実際は要するに人件費じゃなくて、まさにその、経営のコストとして換算しやすくなっちゃってるようなところがあるわけですから、そうなると個々の人生どうなるんだって話になるわけですよね。そうですね。だから学生もまさにそういう扱いに、まあ、ある意味させられていったところが、ここ20年なり30年の過程ではあったと思います。まあ、そういう状態で、まあ、これからの裁判のね行方、まあ、あの注目、されることだと思います。そういう意味で大月さん本当に粘り強く、そして信念曲げることなくまっすぐに戦っています、まあ、ぜひ皆さんあの応援をしていただきたいしね、これ教育の問題に関わってますんでね、そう簡単に引き下がるわけにいかないっていうかね、あとさっき言った北海道の中国の、まあ、侵略というのが何なのか、無意識含めた浸透みたいなものにも間違いなく関わってる事案なんだろうと分かってきてますので、そうですね、まあ、それも含めてもしまた報道に出るような機会があれば注目していただければありがたいなというふうに思っています。はい、ということで今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。